ハンニバルのアルプス越えは、第二次ポエニ戦争の重要な戦闘の一つであり、古代の戦闘の中でも最も称賛されるものの、一つである。優勢なローマ海軍を避け、ローマ及び同盟国の防衛戦を迂回するために、カルタゴ軍は、アルプス山脈を越えて、イタリア半島に侵入し、共和制ローマとの直接戦争を開始した。 アヤガテス諸島沖の海戦での敗北後、カルタゴはローマに降伏し、第一次ポエニ戦争は終結した。ローマはカルタゴに賠償金を要求し、海軍を解散させ、シチリア島を割上させた。講和条件は厳しかったものの、ローマはカルタゴの強みを奪い取りはしなかったため、この賠償金は年譜として比較的容易に支払うことができた。しかし、戦後に、 傭兵の反乱が発生し、この対応に苦しみ、サルディニア島も損失してしまった。ハミル・カルバルカは、カルタ語の愛国派の指導者であり、また、第一次ポエニ戦争で将軍として活躍したが、ローマに活上したシチリア領土の代償を探していた。愛国派は、イベリア半島の支配に興味を有していた。そこには、天然資源が豊富で、 失われたシチリアに代わり、カルタゴの国庫を足すことができると思われた。加えて、バルカ家にとっては、将来のローマと復讐戦争を行う場合、その基地として使えるという目論みもあった。反対意見もあったものの、この二つの理由のために、ハミルカルの遠征軍は、紀元前238年にイベリア半島に渡った。カルタゴから精神して、ヘラクレスの柱に向かい、 海峡を渡った。それから9年間、ハミルカルは半島制圧戦を実施し、は、イベリア半島の南東部を征服した。征服地に樹立された統治組織は、後に、ローマの大加戸に、ハミルカルに匹敵する王はいないと称された。しかしながら、現地ケルト人との戦闘最中の紀元前228年、ハミルカルは、ハンニバルの眼前で戦死した。 ハミルカルの娘婿で海軍の指揮を執っていたビナン・ハスドルバルがイベリア遠征軍の総司令官を引き継いだ。ハスドルバルはその根拠地をカルト・ハダシトと名付けた。イベリア半島東海岸にはギリシャ植民都市がいくつか存在しており、その中で最有力なのが通称で栄えたサグントゥムであった。これらの植民都市はハスドルバルが軍事、外交双方に有能であったため、 カルタゴの半島における勢力拡大に懸念を覚えた。自身の安全のため、サグントゥムはローマに救援を求め、ローマは守備兵を送るとともに、カルト・ハダシュのハスドルバルのもとに外交施設を派遣して、イベルス側を越えて進出しないように申し入れた。最終的な合意事項は、紀元前226年にハスドルバルに送られた。紀元前221年に、 ハスドルバルは暗殺された。カルタゴのイベリア遠征軍の将軍たちは、ハミルカルの息子で29歳のハンニバルを総司令官に選んだ。彼の父と共に戦ってきた軍の指揮を受け継ぐにあたり、第一の目的であったイベリア半島征服だけでなく、さらにそこからローマに侵入して、これを打ち破ることを決意した。ハンニバルは最初の2年間を、 ハミルカルの野望を達成するために費やし、同時に、ハスドルバル暗殺の原因でありまた、カルタゴの領土を危険にさらしていた、いくつかの反乱を鎮圧した。オルカデスとして知られる部族を攻撃しその根拠地である、アルテアを落とすと、周辺の諸部族も、この攻撃の激しさに驚き、カルタゴに服属した。ハンニバルは服属した部族からの貢物を受け取り、軍をカルト裸トに返し、 その戦利品を部下に分配すると同時に将来のさらなる戦利品を約束した。次の2年間でローマの庇護下にあったサグントゥムを除くエブロカワイナンを制圧した。イベリア半島内でハンニバルの領土となっていないのは今やカタロニアとサグントゥムのみであった。ハンニバルはローマの政治状況の情報を得ており攻撃の好機であると見た。彼は キリシャ人のスパイをローマのあちこちに有しており、また、ローマ元老院内にも情報源を有していた。ローマは、第一次ポエニ戦争の勝利後、数年にわたって、イベリア半島の重要拠点を抑えて、支配を強化するとともに、シチリア、コルシカ及びサルディニアの支配も強化していた。加えて、ローマは、ガリア人との間に一世紀以上にわたって、断続的に戦争を行っていた。 ボイ族は紀元前238年にローマとの戦争を開始し、これは紀元前236年まで続いた。紀元前225年にはローマが植民を進めていたイタリア北部の先住民が攻撃を仕掛けたが、これは撃退された。ローマはその国境をアルプスまで前進させることを決定した。紀元前224年にボイ族は ローマに侵入し、翌年にはアナリ族も侵入した。紀元前223年にはローマは再びガリア人との戦闘を始めたが、今回はインスブリ族が相手だった。当初ローマはインスブリ族に敗北を喫したが、甲川とあった川の合流点近くの浅瀬を溶かして敵地に入った。その後、特に戦闘はなかったものの数日間やえし、 現地にいたローマの執政官はインスブリ族と交渉を行うことを決定した。この停戦協定によってローマ軍は同盟国であるセノマニ族領内に撤退した。しかし一旦セノマニ領内に撤退した後、ローマは再びインスブリ領内に侵攻し、今回は勝利した。紀元前222年、インスブリ族がローマ元老院に外交施設を派遣し、 和平を求めてきた。しかし、軍事的な勝利を望んだ、執政官、グナエウス・コルネリウス・スキピオカルウスと、マルクス・クラウディウス・マルケルスはこれを拒否。このためガリア人は、ローマとの戦争の準備を開始した。彼らは、アルプスの反対側から3万人の傭兵を雇用し、ローマ軍を待ち受けた。戦闘に適した時期が訪れると、 ローマ軍は再びインスブリ領内に侵攻した。メディオラノムで激しい戦闘が行われ、ガリア反乱軍はローマに屈した。ハンニバルはローマのこのような状況を把握しており、方平原のガリア諸部族に外交施設を送った。紀元前220年、ハンニバルはパダノガリアと親密な連絡を開始し、これら外交施設は金銭、食料を提供し、 カルタゴ側に誘った。これら施設にはハンニバルのためにアルプスからポー側に進出する安全な場所を確保するという使命があった。ハンニバルはアルプスのことをよくは知らなかったが、それが困難な進軍になるであろうことは理解していた。偵察隊からはこの山脈に関する懸念が報告されており、カリア人からもそこで直面するであろう。 困難を報告されていた。ハンニバルは戦うのが、やっとの疲れ果てた兵士を伴ってこの険しい山脈を突破して、方平原に下ることは望んでいなかった。ハンニバルは、上りよりは、下りの方が急旬であることを知っていた。このことが、領内を、進軍可能な同盟国を欲した理由の一つであった。ローマは最近征服したばかりのガリア人を粗末に扱っており、 彼らの土地をローマ人の植民者に分配し、他にも不誠実な振る舞いがあった。その領土がアルプスに接するインスブリ族とポーカワ川に下ったボーイー族は、特にハンニバルが申し出たローマ信仰に好意的であった。加えてイベリア半島の住民は、多くがガリア人であり、同じガリア人がハンニバルの軍に加わっていた。 これらローマに不満を持つ部族と親密な関係を築くのは特にハンニバルがアルプスからガリア人の領土に降りた後は容易でありインスブリ族やボイー族はハンニバル軍を自分自身のように見また語ったポリビウスによるとハンニバルの計画は以下のようなものであった熟慮の上に決断した計画を実行するために彼が到着するべき土地の優れた性質とそこの 住民のローマに対する敵意を正確に確認した。また、横たわる困難な経路の行軍に際しては、彼と同じ希望を持つ道先案内人を持った。これらの準備が整うと、ハンニバルはサグントゥムを挑発して攻撃を仕掛けさせ、それを理由にローマに戦線布告する方法を探した。ハンニバルは自ら平和を破る気はなく、 サグントゥムから攻撃を実施させるよう多くの策略を実施した。しかしサグントゥムはそれには乗らず、ローマに対してカルタゴの好戦的態度を訴えた。元老院はイベリア半島へ施設を送り、問題を外交的に解決しようとした。ハンニバルには外交解決の意思はなく、傲慢な態度で施設に対応し、それが ローマ側からの戦線布告につながることを期待した。しかし施設は騙されず、戦争の目論みは消えてしまった。施設は平和を守ったが、ローマに対してハンニバルが戦争の準備をしており、早々に攻撃を開始するであろうと報告した。元老院はいくつもの手段を取り、カルタごとの戦争ができるように備えた。エブロカワイ北のイベリア半島は鎮圧され、ガリア・キサルピナに、 多数の要塞を建設した。同じ頃、ファラオ島の支配者であったドメティリウスは、ローマとの同盟関係を解消し、イリュリアのローマ属州の都市に対する攻撃を開始した。ハンニバルは彼の望むような展開は得られなかったが、カルタゴ本国に対して、サグントゥムがその支配下にあるトルボルテ族を手荒に取り扱っていると報告し、本国からの返答を待たずに、 サグントゥム全面に野営地を築いて、包囲戦を開始した。カルタゴ元老院では、ハンニバルをローマに引き渡し、その行動を否認するという議論もあった。しかし、カルタゴの大衆は、この戦争を支持した。包囲戦は8ヶ月続いたが、ローマは、同盟条約を無視して、サグントゥムに援軍を送らなかった。ローマは、第二次ジュリア戦争で手がいっぱいで、イベリア半島における、 カルタゴの脅威を真剣に受け止めなかった。サグントゥムが陥落すると、ハンニバルはその住人を全員奴隷として売り払い、その売り上げを兵に分配した。加えて、町を略奪して得た、戦利品をカルタゴに送り、一般民衆からの支持を得るために、彼らに分配した。残りの町の財宝は遠征のために、軍資金とした。イベリア戦士のレリーフ。 紀元前200年頃、戦士はファルカタと大円形の盾で武装している。イベリア半島の諸部族は第二次ポエニ戦争の際に双方に組みして戦ったが、多くは外国勢力からの解放を求めていた。スペイン国立考古学博物館、マドリード・ハンニバルはサグントゥム包囲戦の後カルト・ハダシトに戻り、そこで冬を過ごした。その間に軍を一旦解散し、 兵を故郷に戻らせた。ローマへの遠征は困難なものとなるであろうことから、故郷で冬を過ごさせることで兵士の指揮を可能な限り高くできると考えたのである。イベリア半島には弟のハスドルバルバルカを残し、占領地の経営を行わせると同時にローマに備えた。加えて、イベリア人の兵をルビアへ、逆にルビア人の兵をイベリアへ送った。 脱走兵を最小限にすることと、忠誠心を確実にするためである。また、ハスドルバルに何隻かの船を残していった。ハンニバルはカルト・ハダシトを、ローマ信仰の共闘補として使う場合の問題点を予想していた。ローマの同盟国が周囲にもあることから、カルト・ハダシトをローマに対して、無防備にしておくわけにはいかなかった。 イタリア半島内に進行した場合、軍の補給は陸路に頼るしかなく、従ってリベリア半島を完全に制圧しておく必要があった。このため、ハンニバルは軍を3つに分けて素早い作戦によって全土を平定することとした。偵察部隊及びアルプス周辺のケルト部族から進行予定路に関する情報を得た後、カルタゴ軍は行動を開始した。兵力は ルビア兵、イベリア兵からなる9万の重装不評と1万2000の旧兵であった。エブロ川からピレネーサン役までの間にカルタゴ軍はイレルゲート族、バルグシー族、アエロノシー族及びアンドシニ族の4部族と対峙しなければならなかった。短期作戦が最重視されたが、ポリュビウスによるとハンニバルは多大な損害を受けたとしている。この地域を鎮圧して後、 弟の反応をこの地域の司令官とし、特に、ローマとの関係の深いイレルゲート族の監視を命じた。ハンノには1万の不評と1000の騎兵が残された。この作戦の初期段階で、ハンニバルはさらに不評1万と、騎兵戦を故郷に返した。その目的は2つあり、ハンニバルに共感を持つ兵士を背後に置いておくこと、また他のイベリア人たちに、 作戦成功の可能性が高いと信じさせ、必要とされる時に援軍を送らせることであった。ローマ進行に参加した兵力は、不評5万、騎兵9000であった。三軍のうち主力となるのは、右翼軍で、騎兵が随反し、ハンニバル自身がこれを率いた。ハンニバルは随反する艦艇を持っていなかったため、ローマ軍が海から上陸してきた場合にはこれを阻止できない。 この場合右翼軍がローマ軍と対することになるが、ハンニバルは彼自身がこれに対応したかった。右翼軍はエデバのオッピドゥムでエブロ川を溶かし、海岸沿いにタラッコ、バルシのゲルンダ、エンポリアへ、イリベリスと進んだ。これらのオッピドゥムは占領され、守備兵が残された。中央軍はモラのオッピドゥムでエブロ川を越えたが、 その後に関しての情報は少ない。いくつもの警告を通り、抵抗する部族があれば、これを鎮圧するように命令されていた。この作戦を実施した後で右翼軍に合流した。左翼軍は、シコリス川との合流点でエブロ川を越え、川沿いに山岳部に入った。その任務は中央軍と同じであった。ハンニバルは核軍とも、 ルブルカタス川を横切るように経路を設定していた。もしもいずれかの軍が困難に陥った際には、他の軍がルブルカタス川沿いに移動することで援護をすることを可能とするためである。この作戦全体を遂行するのに2ヶ月間を要したが、その間にハンニバルは兵力1万3千を失った。ピレネを越えてからローヌ川までの進軍に関しては、明確なことは分かっていない。 7月及び8月の2ヶ月間、ピレネー山中で敵対的な部族を鎮圧してきたカルタゴ軍にとって、その後の進軍は会長になったと思われる。イベリア半島の歴史を見ると、この地域の先住民が侵略軍に対して激しい抵抗を行ってきた多くの例がある。ナポレオンに対する半島戦争はその一例であるが、この地域の複雑な地形は、 平坦地と比較して抵抗運動を行うのに大きな利点があった。原住民のローマ、カルタゴ、ハンニバル軍の侵攻に対する姿勢は様々であった。いくつかの部族はハンニバルに対して友好的であったが、逆にいくつかは非友好的であった。このようにの部族間の意見が統一されていなかったにもかかわらず、 戦闘が行われたという記録がないことから、これら地域の先住民に対するハンニバルの手腕は優れていたと思われる。ハンニバルは自国の領土を侵軍するときのように核部族に対処した。マッシリアはローヌ川佐賀にあるギリシャ人の交易拠点として栄えており、ローマの影響下にあった時期もあり、ローマ人もそこに入植し定住していた。マッシリアは カルタ五分の到着を恐れ、ローマに対してローヌ川左岸の諸部族に影響を与えるように求めていた。ハンニバルのローヌ川とかは、ローマにとって問題であったため、ローマもこれに応えた。紀元前218年の失政官の一人である、プブリウス・コルネリウス・スキピオは、元老院からエブロ川とピルネー三脈役で、ハンニバルと対決するよう命令を受けていた。 この目的のために元老院はプブリウスに60隻の艦船を与えていた。しかし事態の推移はそれより早かった。プブリウスがポー川に到着した時新たに征服したガリアで暴動があった。ポー川流域には多くの植民都市が建設されていたがボイ族とインスブリ族はハンニバルが向かってきていることを知ると再度反乱を起こした。元老院は イベリア半島に派遣を予定したローマ軍団を法務官に引きさせてポー側に派遣するよう命令した。イベリア遠征用には新たに軍団が招集されることとなった。軍団を新しく設立することはローマにとって簡単なことであった。軍団兵士として適切な市民は多く、政府はより多くの兵士が必要なことを市民に知らせるだけでよかった。 ローマ市民にとって従軍は義務であった。一旦ローマに戻ったプブリウスはこの新設軍団を率いて事態の緊急性よりははるかに遅かったがローマ海軍の軍港であるオスティアアンティカを出版した。当時は羅針盤がなかったため、航海は陸地沿いに行い、夜間には補給のために停泊する必要があった。プブリウスは艦隊を イタリア半島の西岸沿いに北上させ、その後イベリア半島に向かって西に転進し、マッシリアに入港するように命じた。この際のオスティアからマッシリアまでの行程は5日間であった。プブリウスはハンニバルがまだカタロニアにいると予想していたが、実際にはローヌ川対岸の北方4日間の距離にまで迫っていることを知らされ驚愕した。 ハンニバルと共にローヌ川を渡す、る戦像。ヘンリー・ポール・モッテが、1878年、ハンニバルの進行経路、特にアルプス越えの経路に関しては、多くのが議論されている。しかし、現代の歴史家は、ハンニバルは、渡可前にローヌ川の西岸に軍を野営させたということでは一致している。ローマが迅速に行動せず、 その同盟国の運命をカルタ語に委ねている間、ローマ同盟国のマッシリアは、ローネ島岸の部族を奮起させることに忙しかった。カルタ語軍のマッシリアへの接近という情報を得た、プブリウスは、イベリア遠征という当初の計画を取りやめ、ハンニバルのローネとかを阻止するという事前の策を取る、こととした。まず、ハンニバル軍の正確な位置を探るため、騎兵三百からなる偵察隊を、 ローヌ西岸に送り出したまた、ハンニバルも失政官が率いるローマ軍が到着したことを知った。ハンニバルは、ローヌ正岸の部族がローマに対して持っていた憎悪を利用し、この困難なとかを支援するように説得した。まず現地のケルト人から海上航行もできる多数のボートに加え多くの種類のカヌーを確保した。これらを購入したのに加えて、 作戦のために新たなボートも作成した。この土下準備は2日間で完了した。ローヌ西岸のカルタゴ軍を待ち受けていたのは、カワレス族、またはボルカエ族というガリア兵であった。この部族は、ローヌ川の反対側に防御された野営地を作り、ハンニバルの渡河を待ち受けていた。ハンニバルが戦術的、 戦略的な双方の観点からアレクサンダー大王のヒュダスペスカ藩の戦いを学んでいたことは間違いない。ハンニバルのトかはこれをそのまま再現するように実施された。将軍の一人であるハンノに北方に迂回して適切と思う地点でトかし、その後軟化してハンニバルのトか中にガリア兵の側面を攻撃するように命令した。ハンニバルが 都会用の集停を確保した後、藩野はガリア人の案内を連れてローヌ川を北上し、約25マイル上流の現在のポンサンテスプリ付近に達した。そこには川の中に小島があり、二つの小さな流れに分断されていた。藩野はここで渡河することを決断し、そこで手に入る材料で集停を作るよう命令した。兵士は木を切り倒し、 持参してきたロープでくくり合わせて、いかだを作った。とかが終わると、ガリア軍や英知に向かって、直ちに南進を開始した。この間にハンニバルは、ローヌガーとかの準備を完了した。このとか準備は、あえて創造しく行われたハンニバルは、ハンノが上流で溶かして、ガリア兵攻撃に向かっていることを知っており、準備を取得する必要はないと命令した。 とか準備をガリア兵に察知させることにより、彼らの関心をハンニバル自身に向けさせ、側面を警戒させないためであった。3日後にハンノの文献隊がガリア兵の背後に現れ、事前の打ち合わせの通りに、その到着をハンニバルに知らせた。これを受けてハンニバルは直ちにとかを命じた。ハンノの文献隊は、本軍の動きを観測しており、本軍がとかを開始すると、 カワレス族への攻撃を準備した。ローヌとかにおけるカルタゴ軍の動きとかが円滑に行われるよう、作戦は細部まで考慮されていた。最大の集停には、騎兵が乗馬したまま乗せられて、最上流を渡った。その下流を下馬した騎兵を乗せた騎兵が溶かし、多くの馬は、集停の横を泳いで渡ったが、いくらかはとか後に、直ちに戦闘できるように、 船に乗せられていた。このため、トカ直後に不評を支援して、ガリア兵を攻撃することができた。カルタゴ軍のトカを見て、ガリア兵は、残壕から出て、カルタゴ軍上陸地点に近い貸し沿いに兵を配置した。カルタゴ軍が川の半ばまで達すると、両軍の兵士ともに歓声を上げ、お互いをののしった。これらの行為は、戦闘前に、 自軍の兵士の指揮を上げるためのものであり、盾を武器で叩き同時に大声を上げて、大音響を響かせた。カルタゴ軍が川の半ばに差し掛かり、敵からのろしられている。まさにその時、反ノの軍が出現し、ガリア兵の背後及び側面への攻撃を開始した。一部は、ガリア兵の野営地に放火に向かったが、大部分は驚いている。ガリア兵に突撃した。 ガリア兵の一部は野営地を守ろうと引き返し、大部分は貸しに留まったため、軍は分断されてしまった。ハンニバル自身は、第一波と共に混乱するガリア兵の前に上陸した。ガリア兵は、軽微な抵抗をするのがやっとで、前後からカルタゴ軍に包囲され大混乱に陥った。兵士は、自身の安全を考えるのがやっとで、カルタゴ軍のファランクスに粉砕されて撤退した。 実際の戦闘時間はわずかであったが、この危険でリスクが高い作戦の準備のためにハンニバルは5日間を費やし、残存リスクを最小限にしてから行動を起こしたのである。アルプス越えには様々な困難が伴ったハンニバルは冬の到来の前にアルプスを越える必要があった。もし翌春までアルプス越えを待った場合には、ローマは 新たな軍団を編成できることをハンニバルは知っていた。プブリウスが率いる軍団はローヌ川の河口に駐屯しているという情報を得ていた。ローマ軍に関するより詳細な情報を得るためにハンニバルはローヌ島岸沿いに500機のヌミディア機兵を派遣した。この偵察隊はローマの偵察隊300と遭遇した。ヌミディア機兵は240機の戦死者を出して敗退したが、 ローマ軍も140機の損失を出した。ヌミディア機兵はカルタゴ軍陣地に戻ったが、この時点でまだ戦争は許可を終えていなかった。ローマの偵察部隊は未だハンニバルの全軍が許可を終えていないことを下工のプブリウスに報告した。この情報を得てプブリウスは川船で軍を上流に向かわせたが、到着時にはすでに ハンニバル軍の都下は完了していた。プーリウスは、元老院の命令に従い、兄のグナイウス・コルネリウス・スキピオカルウス式を委ねて、軍の多くをイベリアに残し、自身はイタリアに戻った。全軍が東岸への都下を終えた後に、ハンニバルは、ガリア人の指導者に一人である、マギラス及び、ポイ平原の、より小さな部族の指導者たちに、彼の軍を紹介した。ハンニバルの目的は、 ガリア人の部族長たちが支援を約束することを兵士たちに見せることにより、この遠征が成功するであろうという自信を与えることであった。通訳を通しての会話で、マギラスはローマを破壊するというカルタゴ軍の目的を支援すると述べた。続いてハンニバルは士官たちに向かって演説した。ハンニバルの感動的な演説によって、軍の士気は熱狂的に高まった。 とかにあたり、ハンニバルは、不評部隊に集結完了の翌日に進軍を再開し、補給部隊がそれに続くように命令していた。騎兵に対しては、本軍の経路を隠すために、海側の右翼を進軍するよう命令した。騎兵部隊とローマ軍と小競り合いを演じるかもしれないが、本軍が戦闘態勢を取る時間を稼ぐことができる。実際には、そのような事態は起こらなかった。 ハンニバル自身は、戦像部隊と共に後衛として進んだ。ローマ軍が攻撃をかけてくるとすれば、後方からと考えられるため、公衛部隊には十分な兵力を配置した。しかしながら、後方からの攻撃もやはりなかった。ハンニバルは軍をインスラ族の領域へと向かわせた。イゼールまでの75マイルを先行させた、不評部隊は6日間で、 騎兵と後衛部隊は4日間で進軍した。ハンニバル軍がインスラ族と出会った時、ちょうど部族の中で内輪もめが起こっていた。理由は不明だが、ハンニバルは年長のブランカスを支持した。年下の対抗者を退けた後、ハンニバルはブランカスとの同盟を結んだ。インスラ族はハンニバルにアルプス越えに必要な物資を提供した。また、 ブランカスからの外交的保護を受けたため、アルプスまで妨害を受けずに済んだ。アルプス越えの推定ルート。ポリビウスの推定路を緑で示してあるアルプスを越えて、イタリアに入るハンニバル・ハンニバルは、シ舎山に向かい、アクエステからシェベルを通過した。しかしシ舎山の峠にアロブロー持続が陣を構えていることが分かった。このため、ハンニバルは弱点を探るために石膏を派遣した。結果、 陣地に兵士がいるのは昼間だけで、夜には陣地を離れていることが分かった。アロブロージュ族に野襲の計画があることを悟られないよう、ハンニバルは自軍の野営地で多くの火を焚かせ、そこに兵士がいるように偽装した。アロブロージュ族が陣地を離れると、最良の兵を率いて陣地を攻撃し、峠の道を確保した。敵の逆襲に備え、 ハンニバルは峠道を見下ろす崖の茂みに投石兵とい手を隠しておいた。この崖は隊列を作って迫ってくる敵を攻撃するのに最高の場所であった。峠からの下りは急峻でカルタゴ軍、特に二役動物部隊は後軍に苦労した。これを見たアロブロージュ族は自身の位置が不利であったにもかかわらず闇雲に攻撃を開始した。この攻撃で 多くの二役動物が崖から落ちて失われた。ハンニバルは困難な状況に追い込まれたが、崖上の伏兵を率いて攻撃を開始した。アロブロージュ族は崖の下から上方のカルタゴ軍に対してやや投げ槍で対抗したが、結局はほとんどが戦死した。この戦闘の後、カルタゴ軍は峠を降り、現在のルブルジェデュラック付近に到着した。 ここは、幅4から6マイルほどの平原であったが、ほとんどの兵が、竜舎山に派遣されていたため、ここを防御する兵は、ほとんどいなかった。ハンニバルは、アロブロージュ族の町に軍を進め、ここを容易に占領し、馬や穀物を含む物資を奪い取った。加えて3日分に相当する兵糧も確保できた。補給物資の多くを、竜舎山での戦闘で失っていたため、 これは歓迎すべきことであった。続いて、ハンニバル軍に逆らうとどうなるかを、付近の部族にも知らしめるため、町の破壊を命じた。ハンニバルは兵に休息を取らせ、また領職をさらに集めるために、その場に宿営しまた兵士たちに感謝を述べた。現在のプチさん、ベルナール峠カルタゴ軍は、現在のアルベールビル付近まで進み、 そこで贈り物と家畜を捧げてきたセントローン族に出会った。セントローン族は忠誠心を示すため人質までも差し出した。ハンニバルは彼らに疑いを持っていたが、それは隠したままセントローン族に二日間同案内をさせた。聖火よってプチサンベルナール峠に向かっていると道は次第に狭くなり、セントローン族がカルタゴ軍に攻撃を仕掛けてきた。 セントローン族の攻撃は、カルタゴ軍の半分が峠を越えるのを待ってから、開始された。このため軍は二つに分断され、組織的な戦闘を行うのが難しくなった。しかしハンニバルはこれを予想していたため、戦像、騎兵及び補給部隊を前方に、重装不評を後方に配置していた。セントローン族は兵士を、 カルタゴ軍が通過する道路に並行した高所に配置しており、岩を落として多数の二役動物を殺傷した。高所からの攻撃に隊列は道に閉じ込められ混乱した。しかし、後方の重装不評が峠に到着したため、セントローン族は高所から降りて戦わざるを得なくなった。この重装不評はセントローン族を押し返した。ハンニバルはここで二日間休息を取った。 すでに10月の終わりであり、雪が降り始めていた。いくつもの戦闘を含む長期の作戦、二役動物の損失などで、軍の士気は低下していた。イベリア半島を出発してからすでに5ヶ月が経過しており、兵士の数は大幅に減っていた。ハンニバルが率いてきた兵士の多くは、ルビアやイベリアの出身で、アルプスの高度や寒さに離れていなかった。 オリュビオスによると、ハンニバルは、作戦の終了は近く、すぐに、ポーヘーゲンに入れると宣言した。また、そこのガリア人の協力を得られるとの紛らすとの約束を思い出させた。続いて、ローマの方向を指して、軍の士気を高めた。この休息の後、イタリアに向かって、アルプスを下った。アルプスの南側に降った雪は、昼の間に溶け、 夜になると凍る。加えて、イタリア側の斜面の傾斜は急であったため、多くの兵が足を滑らして、滑落死した。下り始めてしばらくすると、地滑りで道路が300ヤードほど壊れている箇所に、ぶつかった。ハンニバルはこれを迂回しようとして、雪が多く積もった場所を進んだ。まだ高度は高く、万年雪が積もっていた。 いくらかは前進することができたが、多くの二役動物を失い、結局この迂回路を使うことは不可能であると判明した。結局元の場所まで戻り、そこでやえした。ハンニバルは道路の修復を命じた。この労力の必要な作業をハンニバル自身が監督し激励した。健康な兵士も病を得ている兵士も共に働いた。翌日には、 騎兵や二役動物が何とか通過可能までに道路が整備された。ハンニバルは森林限界まですぐに下り、そこの牧草地に入るよう命じた。しかしながら戦像部隊は未だに進むことができなかった。ハンニバルのヌミリア騎兵は引き続き作業を行い、3日後にようやく戦像が通れるまでに道路を修復した。ハンニバルは戦像が通過するのを見届けて、 森林限界の下にいる残りの軍のもとに急いだ。そこから、ポーイゲン近くの平地まで3日間かかった。現在のイブレエア近くで、ハンニバルは野営を行うよう命じた。アルプスを越えたハンニバルは、その年の11月に、イタリア半島北部のティキヌス川付近で、プブリウス・コルネリウス・スキピオ率いるローマ軍と交戦し、これに勝利した。続いて十二月十八日。 プラケンティア、現在のピアチェンツァ近郊でテベリウス・センプロニウス・ロングスに勝利した。予想外の大敗を喫したローマ軍はプラケンティアまで交代した。二人の失勢官はカルタゴ軍の阻止は不可能と考え、北部イタリアを放棄し軍を後退させた。しかし、翌紀元前217年6月21日に、 トラッシュメヌス湖畔の戦いでガイウス・フラミニウスが再び大敗する。さらに、紀元前216年の関内の戦いでは8万のローマ軍が壊滅し、その後はクイントス・ファビウス・マクシムスの主導する時給作戦を採用することになる。本文ではポリュビウスに従ってプチサン・ベルナール峠説を採用しているが、ハンニバルがアルプスのどの峠を越えたかに関しては、 古来より多くの説がある。北から島が候補とされている。2016年、北アイルランドのクイーンズ大学ベルファストの微生物学者、クリス・アレン氏は、トラベルセッテ峠付近で炭素同位体分析の結果から、紀元前2世紀頃の馬の大便に由来すると見られる、堆積物の塊を発見したと報告し、トラベルセッテ峠がアルプス越えの有力ルートであると発表した。 ただし、紀元前207年には、ハスドルバルバルカが率いるカルタゴ軍も、アルプスを超えているため、こちらの痕跡である、可能性もある。ザライズ・オブ・ザ・ロマン・エンパイア、ポリビオス、イアン・スコット・キルバート、カイ・ W ・ウォルバンク、ペンギン・クラシックス、1980。ありがとうございます。